よもやもよもやという表現をさせていただく方がいいかもしれません。私の心境はまさにそれです。この展開は思ってもみませんでした。双方とも攻撃そして守備押している状況はあるのです。五分の戦いではあるのです。決定打を決めたか決めてないかの差がこれほど影響する試合になっているとは夢にも思いませんでした。現在その差13点となっております。さあその試合残り12分の攻防です。これより最終クォーター第4クォーターに移ります。さあこれよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。原沢大学セカンドダウン5。原沢大学24ヤードよりセカンドダウン5の攻撃です。抜けました。さあ中段プレーキャリア21番攻撃権更新です。ファーストランニングバック21番神田選手のナイスランによりファーストアウト。この状況をまずランで突破しました。金沢大学21番見事に期待に応えました。攻撃権更新です。ファースト21番は神田です。水口東高校出身3回生です。金沢大学ファーストダウン10ボールオン自陣21ヤード。金沢大学ショットガンのフォーメーションを取ります。ファースト10です。これ、さあクォーターバック行きました。オプションプレーからのキープで す, これは少 し, 原因です、ね、しかしこれは富山封じます。原因は2ヤードにとどめています。2ヤードほど原因しセカンド8の攻撃になります。金沢大学セカンドダウン8。セカンドダウン8の攻撃、金沢大学ショットガンのフォーメーションを取ります。パスライダーインターセプト、さらにリターンします。インターセプトここで大きなプレーがあった。パスによる突破を図った金沢、しかしそれを取ったのは富山大学。インターセプトより攻守交代です。ターンオーバー。富山大学敵陣28ヤードよりファーストダウンです。これは大きなプレー出ました。富山大学相手陣29ヤードの位置で28ヤードの位置で攻撃権もあります。富山大学相手陣28ヤードからファーストダウン10。富山大学フロアへのフォーメーションを取ります。ランです。外をまくっていく、外をまくる、ランビ外まナイスタックル。右オープン展開を図りました。しかし金沢対応します。ランニング24番スピードによって右オープンにバンアウト。大きくマクランとしましたが、しかしこれが食い止められるのでセカンドに変わります。1ヤードほど規制ゲイン1ヤードに訂正します。富山大学セカンドダウン内相手陣27ヤードセカンドダウン内の攻撃です。手前に3枚のレシーバーを置いています。パスです。パス不成功。今度は中央切り込んだレシーバーにパスを投じましたがイエローフラッグ、反則が発生しています。さあどちらのチームの反則でしょうか。イエローフラッグが投げ込まれています。フォーフォーフォーパス不成功。パスの57番ここでディフェンスにパーソナルファウル、不正な反則がありました。大きな反則になっています。10ヤード
10ヤードのペナルティ、しかし残り距離が半分パーソナルファウルですので、反則の罰則距離は15ヤードの場合にはハーフディスタンス、残り距離の半分ですが、10ヤードのペナルティならばそのまま施行という形になるはずです。しかしいずれにしましても、ディフェンス金沢大学反則を犯しました。ここで反則により、これにより相手チーム富山大学攻撃権更新し、ファーストダウンという形に変わります。富山大学相手陣14ヤードからファーストダウン点、敵陣13ヤードほどで、ここでホイッスルになっています。ファーストダウンのオフェンスです。審判団現在の状況を再確認いたしました。それほどに混乱するほど激しい試合になっています。試合再開、富山大学相手陣14ヤードからファーストダウン10、富山大学ファーストダウンの攻撃です。わずかにエンドゾーン届かず、しかし残り1ヤードほどで外に出まして、見事攻撃権更新です。富山大学ファースト、により高所プレーからの QB 森瀬選手、クォーターバックとにはここでカウンターで自ら逆サイドへのランプレーを展開しました。相手の強突きまして、見事攻撃権更新です。富山大学ファースト、ここで森瀬その豊富な経験が生きました。さあ残り1ヤード、富山大学ファーストダウン、ファーストダウンからの攻撃です。ボールを落とした、判定どうか、タイムオーバーだ。富山大学がボールを取りました。ここで大きなミス、富山大学敵陣1ヤードまで、あと1ヤードの状況、流行った気持ちがファンブルになった。その隙を逃さず金沢70代のアンリカはターンオーバーで攻撃権を金沢奪還し、攻守交代、攻撃権金沢に移ります。見事そのチャンスを生かしましたが、77番の伊藤でした。法政学院出身4回生、金沢大学自陣4ヤードほどのからの攻撃、アイフォーメーションを取っています。さあ金沢自陣4ヤードからのファーサンテラプレア、さあランからいった、しかしこれが封じているタイヤは4番、しかしそれを見計らってランを封じています。ノーゲインセカンダーに変わります。富山も油断していません。ないです、エース4番を封じています。むしろ1ヤード押し返しました。金沢大学セカンダウンイレブン、さあスクリーンパスも封じた。さらに変わる、84番 LB の松田寛太選手の素早いタックルによりゲインはありません。ここでタックルしたのは84番町田です。水口東高校出身3回生、金沢大学金沢サーダウンイレブン、パスを投げた、取った、取っている、ナイスパスです。パスを投げた、
イファースト40ヤードボール、ここでカナダパスが通った、左サイドに上がっていたワイドレシーバー、ジェイチは見事にキャッチしまして一気にビッグゲインファースト。今林京選手から87番、失礼しました、ターゲット87番のキャッチでした、見事このプレーで窮地出しました、その切り札は87番の寺山でした。寺山は南高校出身の3回生、どうかしていく QB 走ります、ナイス判断ですね、QB。クォーターバック、プレッシャー感じまして、左方向にロールアウト。しかし、ここでイエローフラッグが発生しています。さあ、これは果たして、どちらのチームの反則でしょうか。オフェンスの反則です、ブラインドサイドロック、相手を背後からヒットしたという反則です。ボールを持っているチームはボールを持っていない選手を背後からヒットしてはいけません。10ヤードのペナルティー受けまして、ファーストダウンやり直しとなります。これは金沢大学の反則により10ヤード、先ほどクォーターロック非常にトリッキーな動きになりました、オフェンスライン、その動きについていけずブラインドサイドロックを犯したと思われます。20の攻撃になります。さあ、ファーストダウン20で金沢大学、キニロールシーパス投げた、パスヒット、ナイスファーストダウン、ファーストダウン、ここでクォーターバック右側のライト、そこから奥に走り込んだワイドレシーバー、ゼロワンにパスがヒット、一気にこの逆転更新になりました、金沢大学ファースト、素晴らしいパスとしたのクォーターバック、2番林、飯田高校出身3回生、取りましたのは0番の辻、栃木高校出身2回生、敵陣に入ってきました、さあ相手陣入った、関西大学相手陣46ヤードからのファーストアンテ、パス不成功、これはパスインコンプリート、まず外へ展開する4番にパスを投じました、しかしこれは富山大学封じております、パス不成功です、セカンドに変わります、セカンドは点の攻撃に移ります、関西大学セカンドダウンテ、パス成功、ファースト、クォーターバックが今度は右に展開する9番にパスを通しました、これにより攻撃権更新になりまして、ファーストダウン獲得となっています、見事キャッチ果たしましたのは金沢大学9番の大城です、小松高校出身2回生です。さあファースト3点、金沢大ボールオン相手陣30ヤード、ここでホイッスル、タイムアウト、ここで富山大が後半1回のタイムアウトを使います、流れを断ち切るタイムアウトを取りました、
ここで続けてウォータータイムアウト取ります。取られるそうです。しかし水入りになるとは思えないほど緊迫した状況になりました。この試合残り時間6分3秒の攻防に移っております。さあタイムアウト、大阪大学解けまして試合再開です。金沢大学相手陣30ヤードからファーストアウト。外から2枚振り裂いた、これはオープン、パスバートを打ったらしい、パスインコンプリートです。4番にパス通り、そこから4番走り出さんとするところが足を止めました。スリップしました。ここでプレー終了。ノーゲーセカンドに変えます。ノーマークでした。非常に大きなプレーになるかもしれない。そのセカンドラウンのプレーが結果ノーゲインです。セカンドに変えます。金沢セカンドラウンド、クーターバックになるパスを投じるとしましたが、しかしプレッシャーありまして、スクラム緊急発進のランに変えました。しかしこの判断で攻撃権更新です。金沢大学ファースト見事攻撃権更新果たしたクーターバック2番の林です。飯田高校出身の3回生です。金沢大学ファーストアウト、パスだけだ、パスいった、タッチダウン、金沢大学0番スリータッチでした。ここでタッチダウン、パスがついに決まった。中央大学の風が見事にこのパスを取りまして、エンデゾーンに飛び込んでタッチダウン、ついに得点が入りました金沢大。さあそしてトライフォーポイントに入ります。ここの1本は非常に重要。キック決まった、1本追加、金沢大学7点、金沢大学13点とその差6点差に迫っております。大きなプレーがありました。中地にあったという非常に不安定の心境でしたでしょう。しかしそれを振り払うようなタッチダウンパス見事決まりました。金沢大学7点獲得となっています。そしてその差が6点ということはタッチダウン1トライ、それによりまして逆転になります。さあ一気に緊迫感増しました。試合残り時間は5分となっています。さあ金沢大学キックオフに入りますが、ここでどのようなキックトスが通常通りのキックオフをするか、あるいは攻撃権を確保を狙うオンサイドを狙うか。オンサイドはキック地点から10ヤード以上進む場合どちらが抑えてもいいというルールを使った短いキックです。非常にリスキーですが成功した場合攻撃継続となります。ストレートに蹴りました、これはスクイーブだ、ミラが取った、しかしミラを取った、
これはリターンしていきました。だから非常にリターン難しいと思われましたが、しかし自陣15ヤードほどリターンして33ヤード地点を確保し、この位置からの攻撃に入ります。32ヤードほど、34ヤードからオフェンスです。得点奪われたとはいえ、現在はまだ富山大学が有利な状況にあります。富山大学自陣33ヤードからファーストダウンテ、自陣34ヤード地点より富山大学ファーストダウンテンです。抜けている、ベッカーファースト、この嫌な流れを一発のランで大きく崩したか、素晴らしい流れだ。富山大学39番、39番ハンドオフから左のアップにバンナウ、この判断によりまして大きく独走、一気に相手陣に入ったところで進化して攻撃権更新ファースト。現在負傷者が発生しているためレフリータイムを整えています。素晴らしいランでした。見事なランを披露しましたのは富山大学39番の掛見でした。試合再開です。相手陣に入りまして富山大学ファーストダウンテン。さあまだ現在 FE タイムアウトを継続しております。ボールの位置再確認しております。富山大学相手陣43ヤードからのファーストダウンテン、敵陣43ヤードにファーストダウンテンの攻撃です。ここでワンバックのフォーメーションからランニングバック14番にハンドオフ、ラインマンをプルブロッカーにつけまして左のタックル付近に駆け上がり、そのブロックを生かして約2ヤードから3ヤードゲインを割っています。キャリア24番吉永でした。朝日野高校出身3回生。富山大学セカンドエイトの攻撃です。パス成功、セカンダウンに変わります。パスでしたが失敗です。セカンダウン点の攻撃に移ります。ここでホイッスルです。ホイッスル吹かれます。
現在負傷者8000のためかレフリータイムアウト入っています。レフリータイムアウトを解けます。プレー再開。金沢セカンドダウン10、ボールオン相手陣47ヤード。金沢大学敵陣47ヤード地点よりセカンドダウン10の攻撃、残り時間3分15秒です。パスを投げていったら自陣24ヤードからファーストアウト。残り2分56秒富山大学のオフェンスです。ダンです。ナイスタックル。金沢勢いづきます。ロンバーカッテルまず半から富山入った。しかしこれは金沢封鎖。ゲームはありません。ノーゲインでセカンドに変わります。センスの集まりもとても良かったです。富山大学原因はなく富山大学セカンドに変わります。ここで2ミッツは逃げ入ります。残り2分となりタイムアウトが取られます。
あ、近藤さんメッセージありがとうございます、ダウン、クォーターの表示誤っておりました。現在第4クォーターになっております。最終盤に入っています。失礼いたしました。富山大学38ヤードまで。さあ、ツーランツーリング溶けまして、残り2分のパワーに入ります。富山大学、相手陣38ヤードからファーストアウト。残り2分、ツーミニッツの攻撃です。補助してきた。抜いた。ナイスタックル。キュービーサー。富山大学、87番、テレマハルキ選手により、ロスタックル。ここでプロダクションからパスを投じるとクォーターバック構えました。その瞬間を金沢キューミーサックしまして、このプレーを止めましてロスに変えています。ここで富山が後半2回目のタイムアウトを使います。チームタイムアウトです。さあ、タイムアウトを取りまして試合再開です。富山大学セカンドダウン15。さあ、まだタイムアウト解けていないということで再度調整します。セカンドダウン15。これ QB 外した。さあ、打ち込んで、しかしこれは富山カイザー封じます。82番ゲインは3ヤードに取れます。サーダーに変えます。大学87番寺山選手ナイスタック。タックルは87番でした。寺山、富山南高校出身3回生。さあ、サーダン、サーダン14。富山大学、サーダンの攻撃になります。パスを投げてきた。パスでいこう。パスでいこう。パスさん更新には至っていません。失礼、パスさん更新には至っていない。フォースさんに変えます。ここから放出しましたが、ファースター更新には至っていません。状況見間違えまして誠に申し訳ございません。後半3回目、最後のタイムアウトを使います。後半3回目のタイムアウトを使い切りました。現在画像を見られている模様です。誠に申し訳ございません、機器のオーバーヒートが原因かと思われます。できる限り詳細な実況をつけていきますので何卒ご了承ください。さあ、フォースダウン、フォー、残り時間1分6秒。フォースダウン。素晴らしいプレー。しかし時計がある。チェーンがセットされて時計がある。これは富山大学パス成功です。パス成功です。ここで不審者が発生している。パスダウン更新。レフェリータイムアウト入ります。金沢大学に負傷者が発生しております。タイムアウトが取られています。
現在リード上負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。試合再開になります。時計回ります。今日はファーストアウト27ヤード地点よりファーストダブルです。抜けてファーストでした。本当にまさかでした。ここでラインを通してきた。そしてツーミスワリン、ここでツーポイントゲンバージョン2点いきます。確かにそうです。ここで7点差が重要。上げた、取った、ツーポイント成功。これに勝利によってその差2点と変わりました。まさに今日ついたランプレーによって一気に逆転の勝ち。金沢大学14点、富山大学、そして第5ポイントも見事決まりまして40秒です。その差7点と変えました。再逆転になりまして富山大学21点、金沢大学14点とスコア変わっています。そして試合時間残り40秒、まだ終わっていません。富山大学の富山大学キックオフ入ります。ゲームがまた始まります。このキック、リタイムがキャッチできず、そのままエンドゾーンを出まして、タッチバックという形に変わります。金沢大学自陣25ヤードからの攻撃になります。試合時間残り39秒。そしてまだ金沢には逆転の可能性残っております。タッチダウン、その後に同じく2ポイントコンバージョンを決めれば逆転となります。残り39秒、金沢大学、さあ39秒の攻防、金沢大学ファーストアウト。まずこれはディフェンス勝利、パスを投げ捨てました。プレッシャーからディフェンスのカバーを外すことができず、パスを投げ捨て、このプレーは捨てます。セカンドダウンに変わります。カナダ大学セカンドダウン10、残り時間31秒。カナダ大学セカンドダウン10の攻撃です。
右にロールする、パスだけでいった、パス不成功、これはディフェンスかましていた、ターゲット9番ダンカールサダ、残り時間25秒、パスがアウトしたため時間はまた止まります。金沢大学サーダー10の攻撃に移ります。金沢大学サーダー10、さあ金沢のこの1回の攻撃どうするか、10ヤードを狙うかエンドゾーンを狙うか、金沢大学フォースターン点の攻撃になります。ギャンブルを仕掛けます、フォースターン点ギャンブル、ここは0番キャッチした攻撃権更新しているが、ここでハイスルやっている、金沢最後のタイムアウトを使った、残り時間9秒、双方ともにタイムアウトはもう残っていない、残り時間9秒、ボールオンは金沢陣46ヤード、金沢大学バースダウン更新し自陣46ヤード地点よりバースダウンの攻撃です。金沢ファーストダウン残り9秒です。パス成功している、外に出ました、外に出ている、残り2秒、ラスト1本、ラスト1本だよ、奥から奥から、ラスト1本だよ、金沢大学パスを成功し、パスを更新、奥1本だよ、奥敵陣42ヤードに入りました、相手陣42ヤードから金沢大学ファーストアンテン、残り2秒、おそらくこれがラストプレーとなります。ここで試合終了になりました。凄まじい逆転の演出になりました。この試合最終スコア、金沢大学エバグリーン14点、富山大学ファイアルズ21点、富山大学勝利、富山大北陸学生初制覇です。念願の念願の
大事大事ありがとうございました。見事な戦いでした。3クォーター4クォーター双方状況様々に変わる試合でした。どちらが勝ってもおかしくない試合でした。見事な戦いでした。惜しくも敗れました。しかし北陸の雄素晴らしい戦いを演じました。ナイスファイトでした。金沢大学そして見事成し遂げました初優勝富山大学優勝おめでとうございます。富山から駆けつけた多くの応援団ファンサポーター全員の歓喜の輪が広がっております。素晴らしい光景です。素晴らしい戦いです。見事な勝利でした。かつてこの少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは強化されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは心優しい巨漢と目的のために犯罪すら心の悪漢という二人の先輩でした。それに案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり家業のために一度は離れた仲間が戻り脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で高校で名を轟かしたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が引きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み行き着いその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでく勇気を潜んでくる、挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合はその物語の非常に重要な1ページになったかもしれません。その光景を撮らせていただきましたこと大変光栄に思います。その思いを胸にしつつ本日の配信はここで終わらせていただこうと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は北陸学生アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。皆様の関係者のご協力大変感謝申し上げます。その配信実施いたしましたのは私道楽園記者でした。機会にございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。